どないしたんや。フォルムレイクがメイズさんたちの意識を取り込み始めてますの。お姉兄さんは。メイ。待て、このけど。こうなったら仕方ないですの。ランチキさんが夢の世界に飛び込んで皆さんを現実の世界に引き戻しますの。そないなことして一歩でも間違うたらうちまでフォルムレイクに捕まってしまうやないか。現実に戻るという強い意志さえ持っていれば絶対大丈夫ですの。メイズさんも愛するランチキさんの言うことならきっと聞いてくれますの。愛する、本物の愛は夢よりも強しですの。メイズさんを救えるのはランチキさんしかいませんの。メイズ、よっしゃー、待ってや、今本当の愛に目覚めさせたるで。頑張ってくださいな。立て、そんなことで日本チャチャチャが守れるか。宇宙、でも涙が出ちゃうです。だって宇宙だもの。僕は君が憎くってこんなことをしてるんじゃない。僕は遠い M 異世界から来た土下道なんだ。さあ、自分の心の命ずるまま俺様の胸に飛び込んでこい。自分の心の命ずるままに。メイズ、そんなへっぴり腰じゃ足の弾は取れねえぞ。姉さん。はいよ。あんたにはこの世界の掟ってもんを教えてやらなきゃいけないよ。いいじゃありませんか。昼メロじゃありませんか、奥さん。ああ、娘がピアノのお稽古から帰ってくる。そう、俺。ああ、おふ、ああ、おふ、ああ。熱血青春ドラマは死んだ。だからもう、僕たちもいいんだよ。解禁ですものね、骨兄さま。メイズ、綺麗になったうちを見てよ。うげえ、ランチキ、なんでお前までここにいるんだ。うっけー、いくらなんじゃでも骨兄さまは渡さないです。あんな世界はもう二度と、二度と、ごめんなー。ああ、それにしても。